親族や金融機関の職員などを名乗った犯人に現金を騙し取られる特殊詐欺の被害が収まりません。県内では今年先月末までに3億5000万円余りの被害を確認。警察が犯行の電話音声を公開しました。こちらになります。あ、到着されました。はい、振り込み出ます。はい、はい。これは今月1日、呉市内の60代の女性が還付金詐欺の被害に遭った際の電話音声です。男の声で社会保険の還付金を振り込むと言われ、金融機関に行き ATM を操作するように指示されます。お客様番号と称して実際には女性に金額を入力させ、指定する口座に99万9334円を振り込ませる手口です。残高が不足しています。残高をご確認の上再度操作してください。そうしました。お客様番号4944、はい、女性の口座の残高が不足していることが分かると、金額を減らして再度入力するように指示します。女性は同様の手口で5回に分けておよそ350万円を騙し取られました。警察は ATM を操作して相手からお金が振り込まれることはないとして注意を呼びかけています。